キドキ冒険島ファミコンリサイクルショップ、まさかあるとは思わなかったです。ここ私今福島にまた来てまいりました。気づいたら冒険島という看板が見えたんで、ちょっといきなりね車を寄って、ちょっと興奮気味でございますけども、びっくりしました。まさかあるとは思いませんでした。隣にはね相田書店という古本屋があります。ちょっと両方とも見てきます。はい、行ってきました。申し訳ありません、これね佇まいからして古本屋だと思ったんですけど、ちゃんとした書店でした。はい、こちらのねドキドキ冒険島、ちょっとねやっぱりね品数はね少なかったですね。いまいち、数というものはなかったんですけども、ちょっと気になるものはいくつかありました。値段の方ね、やっぱ相場になってましたね。ということでね、買うことはなかったんですけど、なかなか楽しく見ることができました。やっぱこういうお店はねなくしてほしくないもんですよ。本当にいつまでも残っていたい、残していってほしいものですね。